こんにちは、山本です。私は今羽田空港第一ターミナルの北ウィングに来ております。久しぶりにここに来た気がします。先ほどエミレーツ航空の新しいファーストクラスシートの体験会行ってまして、これから札幌帰ります。今回のフライトレビュー JAL の札幌行きになります。久しぶりにこのフロア来たんですけども、工事します。東京オリンピックに向けておそらくいろいろと変えていくんでしょう。 JGC カウンターも今簡易的なカウンターになってます。あーすごい。本日のフライト5時半発の札幌行きで、機材エアバス350なんですよ。あえてこの機材にしました。今まで僕エアバス350 JAL のやつは何回か、4回かな、乗ってるんですけども、1号機か4号機です。なので2、3、5号機はまだ乗ったことがありません。調べてみると今日は2号機だそうです。初めて今回2号機に乗ります。わすごい、こんなカウンターも今仮設でできてるみたいです。初めて2号機に乗りますので、その2号機の様子をお届けしたいと思います。ご存知の方も大多数だとは思うんですけども、外側のあの A350 っていう字の色が違うだけで中身は同じです。何か変わったっていう様子はございません。それではファーストクラスカウンター着きましたので、ここからチェックインしていきたいと思います。保安検査で受けました。皆さん分かる方には分かると思うんですけども、この JAL のラウンジの香りあるじゃないですか。いい匂いですよね。戻ってきたなって感じがします。今日のフライト20分遅延みたいなので、まだ搭乗まで1時間ぐらいあるので、シャワー浴びて食事してゆっくり過ごしていきたいと思います。食事を持ってきました。今日はね、何も食べてないんですよ。もう夕方の4時半なんですけども、なのでがっつり持ってきました。おなじみのカレーパン、クロワッサン、これ何のパンですかね、パンがあったと思ってきました。あとおにぎりが、生姜ご飯、味噌汁、担々風スープ、いやうまそう、美味しいんだよな。カレーパン、カレーパン、これめっちゃうまいですからね。うまい。羽田と成田の国際線のラウンジのカレーをベースに作ってるんで、めっちゃうまいです。バターの味がしっかり効いてます。これもね、シンプルなパンなんですけど、バターの風味しっかり効いてます。本当は鮭のおにぎり食べたかったんですけど、昆布とこれしかなかったんですよね。あ、うまい。生姜のアクセント最高っすね。担々スープ、担々麺の味します。椎茸の味が強いんですよ。で、僕ちょっと椎茸苦手なので、これはもう少し収まればね、最高です。でもこれうまいです。安定の味噌汁生き返る。シャワールーム来ました。さっぱりして札幌帰りたいと思います。シャワー上がりました。いい気持ちでしたね。これでいい気分で札幌帰ります。水一口飲んでから搭乗口に向かって行きたいと思います。これから搭乗口に向かっていきます。いや暑いな。東京暑いっすよ。さっきまで上着着てたんですけども、上着いらないですね。長袖の薄手のシャツ1枚で行けそうな気がします。ゲート前に到着しました。こちら一番後ろです。一番後ろの60の A です。皆様こんばんは。今日もバーガードライアンスメンバー日本国をご利用くださいましてありがとうございます。本日はこの飛行機の羽田空港への到着が遅くなり、皆様の出発が遅れておりますことを心よりお詫びいたします。この便は新千歳空港行き日本航空525便アメリカ航空との交渡しありでございます。本日航路上おおむね天候は良好とのことでございますが、突然の揺れに備えまして、お座席にお着きの際にはシートベルトをお締めください。安心していただくために乗務員がマスク等を着用させていただきます。ご理解賜りますようお願い申し上げます。それでは千歳まで1時間10分の空の旅、どうぞごゆっくりお過ごしください。ご搭乗ありがとうございます。Welcome on board. 絵が怖かった。安全について説明しますので、必ずご覧ください。We wish you a pleasant flight. この飛行機は間もなく離陸いたします。
改めまして本日の機材紹介したいと思います。エアバス350です。本日は2号機になっております。私は以前初号機と嵐ジェットの4号機に搭乗したことがありますので、今回2号機は初めてです。足元は広いです。またここの席の特徴、一番後ろの左側だけなんですけども、実はここ座席がないんですよ。ここからトイレに抜けることもできそうです。座席がないので目の前にもモニター関係一切何もないです。シートポケットすらないです。僕の前にはもちろんあります。ご存知の方も多いと思うんですけど、このエアバス350特徴は何といっても個人用モニターが全席ついていることです。また USB のポート、コンセントもここにあるので、これが特徴です。モニターがあるので前の席、お子さんが座ってるんですけれども、お子さんの退屈防止にもなるのが一番の特徴です。 ANA も対抗して777のダッシュ200で個人用モニターついている機材があります。普通席なんですけどもいいですよね。ヘッドレストも上下しますし、首がこう畳みます。ちょうどいいですよね。この部分だけ革使ってます。この部分は布です。座面が革です。革、布、革、革です。いい機材です。ギャレーがめちゃくちゃ広いんですよ。ギャレーも広々です。トイレも広々なんですけども、トイレは以前紹介しているので、以前の嵐ジェットの動画でもご参照いただければなと思います。札幌到着までおよそ20分です。今回出発は遅れたんですけども、到着はほぼ定刻通りかなっていう感じがします。それで CA さんと2、30分かな、ずっとおしゃべりしてました。勘違いでなければ CA さんの方から YouTube の興味を持っていただいて、かつ僕が特典航空券バカだっていうお話をさせていただいたんですけども、おっしゃってたのが従業員割引といいますか、従業員の特典で格安で飛行機に乗れたりするんですよ。その特典があるからこの仕事を続けてるっていうのもおっしゃってました。本当に羨ましいですよね。ただしエコノミーのみらしいです。国際線のビジネスクラスやファーストクラスは一般の運賃を支払って乗られてるみたいです。今回一番後ろのこちらの座席に座っております。で、先ほどお伝えした通り、こちらの座席は2席しかないんですよ。基本333の配列なんですよ。見て分かる通りなんですけども、ここだけ2席なので、こちら側から座席に戻ることができます。座席に戻ることができました。まもなく着陸です。苫小牧の街並み、夜景が見えてきました。久しく北海道帰ってなかったので、どれぐらい寒いのか、そして雪がどうなっているのかが心配です。今まで散々雪が少ない少ないって言われ、クリスマスの時には観測史上初めて積雪0センチだったんですけども、外出してる間にがっつり雪が降ったみたいで、一気に平年値よりも多い積雪量になっているみたいです。いや怖いな。車の雪がどれだけ積もってるのかが心配です。苫小牧の夜景は綺麗です。この飛行機は12番ゲートに到着いたします。本日は出発並びに到着が遅れ、皆様にご迷惑をおかけいたしますことをお詫びいたします。空港周辺現在外の気温マイナス7度でございます。皆様お風邪など召しませんよう、どうぞお元気でいってらっしゃいませ。今日もワンワールドアライアンスメンバー、日本航空とアメリカン航空とのコードシェア便をご利用くださいましてありがとうございました。新水空港到着しました。久しぶりに北海道帰ってきました。1月29日に出発して、本日2月10日なので、この10日以上いなかった計算になります。気温はマイナス7度ということで大したことないです。それでは航機していきたいと思います。すっかり忘れてました。途中では覚えてたんですけども、今までゲットしたのが秋田、京都、宮崎、沖縄なんですけれども、今回はどちらでしょうか。まずはスキャンしていきたいと思います。さあ今回は富山でした。富山行ったことがあるので嬉しいです。新千歳空港帰ってきました。いや久しぶりだな。2週間ぶりぐらいです。約10日11日ぶりぐらいです。寒いですねやっぱり。なので帰るときはこれの上にもう1枚着て帰りたいと思います。今回は JAL のエアバス350 2号機です。2号機搭乗しました。一番後ろの左側の座席をアサインしたんですけども、この座席は実は2席しかありません。
基本は333の配列だったので、まあ、唯一です。逆サイドは3列なので唯一の席を選んでみました。窓まで少し遠かったなっていう印象でした。ただ隣にもし座っていたとしてもその横の通路から後ろに抜けることができるのでその点はいいのかなと思いました。今回は台北からのフライトと一緒に特典航空券1万マイルで発券しました。また次回の旅でお会いできればなと思います。皆さんぜひチャンネル登録をして一緒に旅行した気分を味わいましょう。その際の旅費は皆さんの高評価ボタン、いいねボタンです。よろしくお願いします。またツイッター、インスタグラム、こちらのフォローよろしくお願いします。リアルタイムな情報を随時更新しておりますのでぜひチェックよろしくお願いします。マイナス7度です。家の中多分6度ぐらいだと思います。めちゃくちゃ家の中寒いと思うのでしっかり今日は寝て動画編集作業を頑張ってまたバンバン動画上げていきたいと思いますので皆さんこれからもご視聴よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。